前回までのあらすじ。ソ連軍の発撃を受け流したドイツ軍はソ連軍共闘歩の排除に動くが、地形と兵力差の不利によってこれは叶わず、第336歩兵師団と第11装甲師団は本来の任務に就くことができず、共闘歩に釘付けになる。また絶え間ないソ連軍の攻撃によりドイツ側は予備兵力まで動員、それでも何箇所かで戦線を突破された。今回は11日未明から見ていく。夜を通して迫撃砲弾が第685敵弾兵連隊の陣地に降り注ぎ、戦線を突破した敵戦車は後方で暴れ回っていた。アベンドーと中隊の最後の2両の戦車がこれを迎撃、敵戦車2両を撃破するが自軍も1両を失う。第7空軍野戦師団第3連隊が陣地に到着、そして最後の戦車の助けを借り2門の 7.5 センチ対戦車砲も陣地に入る。一方で第11装甲師団は160高地と161高地の間の敵に対し戦車攻撃を仕掛けるが、96.4 高地からの阻止砲火により頓挫。10時25分、第686敵弾兵連隊がカーベイ1と T34 をそれぞれ1両撃破、度重なる対戦車砲と高射砲の増援により156高地の対戦車能力は格段に向上した。11時15分、戦車を伴ったソ連軍がリジンスキーに強烈な攻撃を仕掛ける。状況は深刻であり12時30分には50名のロシア兵が陣地に侵入、これに対しドイツ側空軍野戦中隊を投入。悪いことは続く。13時30分、今度はカミカリネブスキーをソ連軍が突破した。さらに14時、ソ連軍がリジンスキーを南北より包囲、村は陥落し多数の負傷兵が敵の手に落ちる。当初第685敵弾兵連隊は2個大隊で村を奪還する予定だったが日が暮れこれは頓挫、ソ連軍は夕方になったもなおリジンスキーへ増援を送り続けた。17時、リジンスキーからの攻撃が再開されドイツ側はなんとかこれを撃退、だが代償として第685敵弾兵連隊第5および6中隊がわずかな負傷者を残し全滅。18時、第336歩兵師団はリジンスキー奪還のため第11装甲師団の増援を第48装甲軍団に要請。第11装甲師団側も第336歩兵師団の前線が安定しないと自由に活動できず、さらに西で突破した敵軍をそれほど重要視してないため主力をリジンスキーへ差し向けることを決定。19時に軍団は要請を承認、第687敵弾兵連隊第3大隊、第7空軍野戦師団第4大隊、第15装甲連隊と第110装甲敵弾兵連隊第2大隊、第119装甲砲兵連隊が翌日リジンスキーに送られる予定に。一方で第61オートバイ大隊第2及び5中隊が西で突破した敵軍を迎撃するために 158.3 高地に送られる。断続的な砲撃があった以外、夜は静かに過ぎた。12日5時30分、第687敵弾兵連隊第3大隊と第7空軍野戦師団第4大隊が到着。前者は戦線正面を担当、後者は予備として 145.6 高地北東で待機。第11装甲師団から派遣された部隊は4時30分に156高地南に到着したが、攻撃の進捗は不明。敵のさらなる増援が裏付き及びスロイキの兵動しているのが観察される。これを受け師団は第685、686敵弾兵連隊に現在地の守備を。第687敵弾兵連隊第23大隊にはリジンスキーへの攻撃を命令。しかし第685敵弾兵連隊第2大隊は攻撃により壊滅していたため気球兵という兵によって補充された。11時、シメルマン戦闘団がまだ到着していないと第687敵弾兵連隊に連絡が入る。これを受け第336歩兵師団師団長は互いが互いの攻撃開始を待機していると判断、ブリクマン大佐に即座に攻撃をするよう圧力をかける。11時40分にブリクマン集団がリジンスキー西方に到達、12時5分にシメルマン戦闘団が攻撃開始、13時にブリクマン集団が村に突入。家一軒一軒を奪い合う激しい戦闘の結果第110装甲敵弾兵連隊は2名の中隊長を失ったがドイツ軍はなんとかリジンスキーを奪還。だがまだ一部のソ連兵が村の南方におり、脅威ではあったが日暮れが近いため総統は翌日に延期。師団が担当する他の戦線でも攻撃があったが空軍が支援し全て撃退された。リジンスキーは解決した、デハカミカリノブスキーはどうなのか。時間を遡って午前4時、156高地を封鎖していた第61オートバイ大隊は敵が南下してこなかったため126高地まで進軍。午前9時45分、ソ連軍が戦車を伴った部隊でゼレ戦闘団を東西より強撃。これを受け突撃砲を有していた空軍野戦師団第4大隊が増援として派遣される。
この攻撃は撃退され、師団から戦車3両がゼレ戦闘団に派遣される。11時、今度は西と北からソ連軍がスロビキノに侵入、だがこれも撃退される。空軍野戦師団第4大隊が到着すると師団は西に転進、カリネブスキーへの攻撃を開始。オートバイ大隊も北上し2方向で攻撃を行う、しかし176高地で敵戦車の反撃に遭遇。これを撃退するも夜が近いためドイツ側の攻撃も停止した。この2日を総括すると、ソ連軍はリジンスキーと下カリネブスキーの2箇所を突破し、包囲を試みたがどちらの攻撃も翌日には撃退された。だが上カリネブスキーに新たな橋頭保ができたことに変わりはなく、オストロブスキーの橋頭保はなおも健在で昼夜問わずソ連軍が攻撃を仕掛けている。そして、12月12日、スターリングラード海を目指し冬の嵐作戦が発動。ホト軍集団レイカ第57装甲軍団が南東80キロ地点から北上。一方で第48装甲軍団は攻撃を先行してドン川を渡河する予定であったが9日から攻撃を続けてもなお散る川のソ連軍橋頭保の排除すらできていない。12月13日、夜は何事もなく過ぎた。第336歩兵師団担当地域には機関銃と迫撃砲の弾が降り注ぎ、第11装甲師団が守備していた峡谷にソ連軍が3から6人の少人数グループで侵入を試みたがこれらは大した問題ではない。5時30分、シメルマン戦闘団が下カリネブスキーの奪取を命じられる。ハウザー戦闘団による攻撃は失敗、第61オートバイ大隊は引き続き敵の南進の阻止に努める。6時35分、今度は第111装甲敵団兵連隊に対し攻撃が行われる。戦車を伴った攻撃により戦線は突破され、第1大隊が一時包囲される。一方でシメルマン戦闘団の攻撃は初め順調であったが、川近くの定期へ下ると40から50両の敵戦車が反撃し攻撃は停止。夜間行軍や故障により戦車を何両も喪失しているため、師団は敵が第15装甲連隊をはるかに上回る戦力を保持していると判断した。午後になっても状況は改善せず、敵橋頭保除去のための兵力が足りず、たとえ除去したとしてもそこを維持するための兵力もないと判断した師団長は軍団参謀長に現状を報告。これを受けシュミット戦闘団をスロブエキノから撤退する提案がなされ、当初は拒否されたが19時5分にこれは承認された。日暮れ、敵戦車40両がオストロブスキー、10両が下カリネブスキーに送られるのが目撃される。これを下チルスカヤへの攻撃の予兆と師団は判断した。また装甲敵団兵連隊は連日の戦闘によって消耗、これを補充するため第15装甲連隊と第119装甲砲兵連隊の警戒部隊が招集される。この日戦線が大きく動くことはなかった、第336歩兵師団が防御に成功した一方で第11装甲師団の攻撃は失敗した。またこの日からソ連空軍の活動が活発になり、幾度もの空爆が行われた。損害こそ軽微であったが冬の嵐作戦が発動されたことからドイツ空軍は散る川戦線にのみ注力することが難しくなる。次は12月14日から見ていく。ご視聴、ありがとうございました。